今日はですね、ほい、すっごい怖い企画持ってきました。うわ、東京タワーあるじゃないですか。はい、東京タワーってできる前処刑場だったらしい。マジで。近くにも霊園があるんですけど、そこ東京で一番有名な心霊スポット。初めて聞いたそれ。何、東京タワーの都市伝説。ああ、いや、こういう心霊スポットたくさん紹介していく。ああ、なるほど。心霊スポットです。ではなく、ないんだ。大体一番に。嫌なのよ俺、人に心読まれるの嫌だから。ああ、そういうこと。人に心読まれるの嫌だから。ああ、そういうこと。ということで、フォロワーが大輝さん401万人。よっしゃー。去年の夏から始めて、まあ、フォロワーを もう増やして、まあ、もっと大輝とね、新メンバーを知ってもらおうっていう意味でノリと大輝を始めたんですけど、そう、大輝はようやくね、1年ちょっとかかってで、今にできました。素晴らしい。ということで、もう長袖が解禁されて。解禁です。よかったね、冬に入る前に。そうじゃん。もうその反動で、さっき爆買いしてきたの服。今日は皆さんに紹介して、和大輝のね、1年間の思い出みたいな。なるほど。あー、いい、ね、語ってもらえれば。あー、いい、ね、めちゃめちゃええやんけ。イエーイ。ちょっと買ってきた服を紹介しましょう。おー、ではまったり。2万人行くまで半袖な。やば。やば、マジの爆買いじゃん。これまず袋がこんな2個、2個めっちゃある。まず1個目、これはですね、見てください。でも、あの、こういうね、ちょっとわかる T シャツでも、は結構わー、かわいい。かわいいって思ったけど、お前半袖やないか。めちゃめちゃ半袖やないか。今回、あれですか、どんぐらいのお金使ってたんですか。いくらだろう。見た目的に、見た目、見た目的に3万。まあ4万3万かな。なんと、うん、6万円使いました。まあ最近はでもね、インスタも気合入って、近くでもみんななんか3位にしてくれて、意外とみんな大輝のことおしゃれって、ね、そう。だからやっぱインスタにもこういろいろ服買ってね、乗っけたいっていう意味で6万円使いました。2個目これかな。ST さんで結構さ、みんなジャージでおしゃれするじゃん。かわいい。え、めっぷーの赤と白。プーの、かわいい、かわいいよ。そう、6000、7000円する。まあまあするね。さあ次は何が出る。まだまだあるよ。何が出る、何が出る。これはかわいい。なんとラルフローレン。うわー、ラルフは高いよ。ラルフのオレンジ。来たらおしゃれなデブだな。着やすいし。やめろ。選択しとくよ。そもそもはもうこれも新しい。そうだね。そう、あのね、目覚めました。僕も買っちゃったの。買っちゃいました。やばくない。ちなみにあと、あの、3枚届きます、僕。6万プラス1万円分ぐらい来る。もう、そんぐらいです。7万ぐらい。めっちゃ服好きやん、お前。で、まあ、ここまでは、T シャツとか、はいはい。あの、下系とか。で、こっからです。こっからアウター楽しめるぞ。アウターやばいなる、やばいなる。そう、こちらです。これ、うわ、チャンピオンだ。なんでこいつ、チャンピオンだ。かわいい。すげえ、超オーバーサイズ。めっちゃかわいくない？超かわいい。めちゃめちゃでかいんすよ、これ。これ、後ろチャンピオン。これちょうだいよ。それはもうあげない。でも、やめろやめろ、お前デブがいっちゃん嫌いないじり方。じゃこれマジでおしゃんって言うの。これ僕ね、これやばい。似合ったらあげる。いや、別に、それは俺が決めるわ。それは決めないで。あれ、あ、もらってくれ。それは無理だ。めっちゃ可愛い。可愛い、可愛い。これしかも絶対高いやん。次何、次はね、いっちゃん高かった。これすごいよ。うわ、いい。ライアースジャケット、マジだし、武装先生。ちょっと着ていい、着ていい。どうや、武装先生やね。マジかいわ、これマジキュート。素晴らしい。まあこれが一つね、これ可愛いし、いい買い物できました僕。じゃあなんか1年間の一番印象に残った出来事1個だけあります。俺もう分かるわ、なんとなく。ディズニーランドでみんな撮影あったし、1回、うん、あの時バカ寒くてきついと思って、その後にノリが1万人行ったのよ。でそのタツキもすぐ行ったじゃん。うん、マジ焦ってて、正直もう早く1万人行けよって言われてて、すぐ行くよとか言ってたけど、実際心の中じゃマジで、いや俺マジでどうしようかなって。けどまあファンの方とか、まあメンバーがまあめっちゃ拡散してくれて、ようやく行った瞬間マジで本当にバカ嬉しくて、一人でベッドの上で叫んでました。ちょ待って待って待って、バカすぎて話ディズニーから現在まで来た。そうそうそう、そうです。何言ってんのこの人。まあディズニーってことだよね。そう、ディズニーだね。やっぱね、半袖のディズニー。あれはすごい、あれすごかった。あれはやばい。俺はあれかと思った、大宮が。あー、俺はそっちだった。2度、そんな低かった。
ディズニーの方が寒かった。そうなんだ、うん、ちょっときついね。浜風がね、そう、やっぱいろんな思い出を超えてきましたね。いやもう、危ない危ない、きつくって。もうやっぱ1万人ってやっぱ大台だよね。そうだね、マジ大台だった。一気にまた伸びてくれてよかったと思いました。僕は今何人？1287人。全然なに、ちなみに今いくつ？1万5000人。いやまあ、頑張るよ。でもこれからで動画も頑張ってるしね、うん、みんなもそれは伝わってると思います。お願いします。戸田一輝のインスタ載せておくので、ぜひ皆さん最近インスタ本気出してるんで、お願いします。フォローしてあげてください。お願いします。概要欄からと、いうことでね、頑張った大輝さんに僕からプレゼント。なに、マジで？え、それ知らん。マジ知らん、マジ知らん、メンバーも知らん。ちょっと待ってください。皆さん目をつぶってね。あ、俺も目を開けてください。こちらです。うおぉ、なにこれ、クソかっけー。なに、大輝似合いそうなジャケットを僕買ってきました。いや、めっちゃかっこいい。前がこんな感じで、白白かわいい。やば、クソかっけー。大輝ちょっとギャングっぽいなと思って、ほら、こんな感じのデザイン。しかもこれね、1万5000円ぐらいする。1万人だったら1万円以上の方がいいかな。うわ、なるほど。着ていいっすか？マジで着てください。うわ、かっこいい。やばい、想像以上にかっこいい。もうめっちゃいい。めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。かっこいい、後ろかっこいい。やばいやばい、待って、めっちゃかっこいい。やばいじゃん。見て、これやばい。まちまちだよ。さすがですね。もうありがとうございます。もうやばい。でも泣いてんの。泣いてんだよ。なんなんだよ。こんな感じになるので予定ではなかったけど、まあまあ浸るよ。ちょっとやばいね、これ。いや、1万どこよりやっぱ思い出に浸れたから。クソいろいろあったからな、マジで。いや素晴らしい。これからもインスタ頑張って。いや、頑張りますね、マジ。YouTube はほどほどでいいんで。いやいや、ほどほどでいい。インスタより YouTube だな。当たり前でしょ。当たり前でしょ。めっちゃまともなツッコミするよ。はい、ということで、改めて1万人行ったということで、これからも、ST 一度、精一杯皆さん楽しませていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。あの、すみません、え、なんかすごいいいじゃないですか。うん、俺もらってないですよね。いや、そんなわけない。え、いや、あの1万人行った時髪切るのが嬉しすぎて行ってこいだけだった。ひたすら夢へと走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生を楽しもう。この先